コーヒー好きの皆さん、どうもこんにちは。同じコーヒー好きの高橋優太でございます。本日2018年3月31日の土曜日、時刻は夜の10時24分でございます。本日ですね、めちゃめちゃ待ち望んでおりましたですね、コーヒーグッズ届きましたので、それをですね、ちょっと緊急開封ということでやっていきたいと思います。高橋優太の動画で届きましたのがこちらです。はい、こちらでございます。これですね、何かと言いますと、以前、動画で報告させていただきました、イギリスはイカワというメーカーの焙煎機でございます。きたー、もう待ったな。いや、もともとちょっとバックオーダー入ってるんで、時間かかりますよっていうのは言われてたんですけどね、いやもう本当に早く来ないかなっていう、そういう待ち望んでると不思議と時間が経つのが遅く感じられるっていう本当不思議なもんで、普段もバーってこう時間過ぎちゃうんですけどね、いや本当に来るまでが非常に感覚的にですね長かったです。で、こちらのイカワの焙煎機についてですね、ご質問をいただいたんですね。同じく UCC のセミナーを受けて、で、このイカワの焙煎機を使って買おうと思っていると。なんで、どういう形で注文したかとか、そういったあたりを教えていただけないでしょうか、みたいな形でご質問をお寄せいただきまして、まあ、それはちょっと、それはそれでメール返信させてもらったんですけれども、まあ、せっかくなんで、まず開ける前にですね、こちら、発注の経緯とか、ちょっと気になる方もいるのかな、ということで、そのあたり、まずシェアさせていただければと思います。はい。ですね、こちら、まず、1月の29日ですね。1月の29日に見積もり依頼を出しました。イカワのホームページの方に、フォープロフェッショナルズということで、黒い色のモデルですね。いろいろ焙煎プロファイルがカスタムできる黒いモデルについては、まず見積もり依頼出してくださいということで、専用のフォームが設けられております。自動メールでですね、すぐ返ってくるんですよ。いくらいくらですと。で、帰ってきて、さらにそれとはまた別に、イカワのセールスの方からですね、個別でメールをいただきました。で、そのセールスの方と、メールをやり取りする形になったんですけれども、サポートとかどうなってますかとかいろいろ質問をしつつ、満足できる返信をいただけましたので、1月29日のその連絡から2日後ですね、1月31日にオーダーを出します。注文させていただきますということで、返信をいたしました。ちなみにセールスの方とのやり取りは、イギリスの方なんで英語でのやり取りでございました。でですね、1月31日オーダーを出しまして、2月2日に YouTube の僕のチャンネルの方でまた焙煎機買っちゃいましたということで報告動画を上げました。で、その後ですね、こちらのイカワの方への支払いなんですけれども、銀行振込ということで、指定されまして、海外送金僕したことなかったので、どうやってやるのかっていうのをちょっと調べながら進めまして、で、その海外送金するにあたって事前の専用の登録が必要とか、そういった手続きをですね事前にやって、で、海外送金の手続きが結局完了したのが2月7日でございました。で、オーダーした時、大体、8週間以内の発送になりますというふうに言われてたんですね。つまり大体2ヶ月ですよね。2ヶ月ぐらい大体かかりますって言われてて、で、それが2月初めだったんで、2ヶ月ったら4月の頭とか、そのぐらいですよね。で、そういうふうに宣言を受けてたんですけれども、そこから待ちまして、で、2月7日から、3月ぐらいに入って、納期いつぐらいですかねとかって、こっちからまた質問したりして、もうちょっと待ってとかってその繰り返しだったんですけれども、で、急にですね、3月28日に発送の報告をいただきました。
ポンと発送したよってことで連絡いただきまして、うわマジかってすごい急だと思って、あっちからちょっと不安だったんですよ、このやり取りしてる中で、結構な大金を送金して、そっからですね、あっちからこう連絡来ることっていうのはあんまり基本的になかったんですね。一回だけちょっと本体のアップデートがありますということで連絡いただいたんですけれども、まあ、納期がいつになるかとかそういう連絡をいただけてなかったので、大丈夫かいなとかって思いながら待ち続けておりましたら、ポンとですね3月28日に発送しましたということで連絡をいただきまして、で DHL という国際便ですね、で、送っていただけたということで、なんとですね、もう早いもので3日後、イギリスから日本までもう3日間ですよ。めちゃめちゃ早いですよね。3日間で、手元に届きました。で、3月31日の、受け取ったのはですね、午前中11時ぐらいでしたかね。まあ、11時ぐらいに受け取って、まあ、ちょっとやらなきゃいけない用事とかこなして、今に至るということでございます。なんでまあ大体2ヶ月ですね、2ヶ月事前にまあ言われていたんですけれども、ミカのホームページから見積もり依頼を出して、でセールスの方からメールを返していただいて、でやり取りしてこっちの方から、まあ、海外送金という形でお金を送って、ずっとこう待ちまして、で、2ヶ月ぐらいで届くという感じでございます。まあ、ございますというかございましたですね。ちょっと今はまた納期とか変わってると思うんで、2ヶ月じゃなくて、まあ、1ヶ月で届くとか、あるいは2週間で届くとか、もうすぐ送りますとか、あるいはもっとかかりますとかってなっちゃうかもしれないですけど、なんでまあちょっと本気で買おうと思われている方は一度ですね、以下の方にちょっとサクッとメール出してみるといいのかなというふうに思います。はい、ということで経緯説明でございました。もう早く開けたいんですよ、これ。もう早く開けたい。11時届いて、家に来てから、もう9時間ぐらい経ってるわけですね。まあ、早く開けたいなと思いつつ、でもちょっとやらなきゃいけないことあるからなつって。で、ただ開けても、やっぱり YouTube やってる身としてあれだよなとかってことで、今ちょっとこうカメラの前でこううだうだやってるんですけど、さすがにちょっと、満を持して、開けていきたいと思います。どうやって撮ろう、箱がでかいんで撮り方に悩みますね。よいしょ、とりあえずちょっと下に向けて、が開けていきます。よっ、よいしょ、あー緊張する、どんな感じ入ってんのかな、いきます、ほっ、よっ、はい、とう、おお、ケースがそのままダンボールに入ってました。オプションでこちらのイカワの焙煎機なんですけれども、ハードケースもつけることができるんですよ。もちろん有料なんですけれども、今後ですね、まあ、この焙煎機を外に持って行って、ちょっと機会があればですけれども、誰かと一緒に焙煎するとか、まあ、そういったこともできたら楽しいなとかって思いまして、ちょっとこのオプションのハードケースをつけました。はい、このハードケースまんまで入ってますね。ちょっと取り出しましょうか。よいしょ、あ、ほんとケースだけど重い重い、よいしょ、はい、わ、かっこいい、めっちゃいかついっすよ。これ伸びんのかな、これか、おい、ほら、こういう感じで、よいしょ、ガラガラ引きずっていけると、まあちょっとあんま振動加えるの怖いですけどね、こんな感じで持ち運びができると。あとはここに取っ手がついてるんで、まあこんな感じで、まあこれ重たいんですけど持っていくこともできるという形になっております。はい、じゃあケース開けますか、いいですか、よっ、ふう、ご対面ですね。いきます、3、はい、よっ、おお、こんな感じです。ちょっとカメラ変えましょうか。はい、こんな感じです。綺麗に収まってますね。これが、まあ、説明書でしょうね。説明書、これ何、
え？本体入れるんですかね。ちょっとわかんないですけど、本体用の巾着。じゃあ端っこからいきましょうか。まずこちら。こちらが、よっ、豆を受ける瓶ですね。はい、豆を受ける瓶。でこちらが豆を投入するためのホッパーっつうんですかね。ホッパーですね。投入口、豆の投入口です。で続いてこちらがまあケーブルですね。電源ケーブル。はい、電源ケーブルです。でこれが？ん？あ、焙煎ノートみたいなことですかね。うわ、なんかもったいなくて使えないなー、これ。うん、貧乏症ですね。はい。で、これが、あ、焙煎機。あ、ここに豆受けついてますね。まあ、サブかな。サブの瓶っていうことですね。はい。じゃあ、これ取り出したいと思います。よいしょ。おっ。来た。本体自体結構コンパクトですね。箱に比べて。なんか比較できる。これペットボトル。これペットボトルなんですけど、500ミリのペットボトルなんですが、ペットボトルよりも若干背が高いぐらい。で、厚みは、うん。やべえ、かっこいいなぁ。これちょっと怖いから撮ってきます。うわぁ、なんかこの武骨さ。見てください、この武骨さ。このメタリックな感じ。この裏面のメッシュのとこですね。ここもかっこいいです。以下はメイドインイングランド。あと最近このプロフェッショナルモデルについては、このところに温度センサーがついてるんですけれども、この温度センサーにアップデートがあったらしいです。こちらですね、メールでご案内、セールスの方にご案内いただいたんですが、これが元々のやつはウルトラセンシティブセンサーという名称のセンサーがついてたらしいんですが、まあちょっと、まあ、感度を上げるためだったのかちょっとわかんないですけど、すごい脆かったらしいんですよ。すごい壊れやすいですよっていうのホームページにも書いてあって、まあ、ちょっとそういった欠点があったらしいんですが、これがまあストロングセンサーということで、ちょっと頑丈なセンサーに変わったらしいです。はい、じゃあ説明書を読みながらですね、セットアップしていきたいと思います。まず、うん、平らなところに置いて、周り十分な空間を確保してくださいということです。で、ここのところから熱風が出てきますので、ここを絶対に塞がないようにしてくださいということでございます。で、この豆受けをセットして、で、先ほどのこのホッパーをセットします。ほんと差し込むだけですね。こう特に切り欠きとかもなく、本当にパッと入れるだけです。電源につないでくださいと。はい、これか、三つまた。